浜田さんこんばんは。今回はですね、3本の動画を送っていただきました。それぞれにチェックする点がありますので、これから申し上げます。1つ目なんですけど、 FX の相場解説のサムネイルですね。サムネイルのバックと、それから FX って書いてあるところとかの文字ですね、バックと文字がちょっとこうね、滲んでしまってちょっと見にくいんですよ。はっきりと際立たせるために、例えばね、 FX って書いてある文字のところを縁取りしてくっきりさすとか、背景をもうちょっとね、反転色にして、背景がチャートの青色のバックでチャートを書いていたら、前面のね、文字は赤みたいなね、青と赤みたいなしたり、白と黒みたいにして、くっきりと文字を際立たせないと、なんとなく見にくくって、そのままサムネイルが素通りされてしまうかなというところでございます。ちょっとこのサムネイルはね、何回か見させていただいたんですけども、クリックに向かうようなサムネイルではないかなと思いますんで、くっきりとね、背景とそれから文字、これをね、くっきりとお互いにさせた方がいいと思いますんで、反転色とか縁取りとかをおすすめします。で、次なんですけども、たのちゃんに占ってもらいましたと書いてますけども、ちょっとすみません、たのちゃんっていうの私わかんないんですけどもね。となるとね、たのちゃんで検索する方がいるかなって考えないといけないんですよ。で、そうなるとですね、たのちゃんに占ってもらいましたっていうタイトルよりも、3日後に、例えばね、例は悪いんですけど、3日後に死ぬと言われましたみたいなことの方がよくって、なんだろうと思って見てみたら、今回はタノちゃんにこうやって占ってもらった、タロットの占いだったんですよ、インターネットの占いだったんですよと。その中で3日後には生まれ変わるようなことが起きますよっていうふうに言われたんで、ああなるほど、3日後に過去の自分は死んで新しく生まれ変わるのかっていうふうな解釈をしたんですっていうお話し方をすると、そのなんですかね、タイトルで、クリックを呼び込むっていうね、こともできますし、それからやっぱタグにもなるんですよね。こういうふうな形で、タノちゃんっていうのが検索にかかるかなとか、タノちゃんっていうふうなタイトルを見て人が興味をそそるかなと。これ有名人だったら失礼ながらいいんですけど、私は知らないだけかもしれませんけど、これだとちょっとタノちゃんに占ってもらいましたっていうのに、もしかしたらタノちゃんにはね、ちょっと申し訳ない言い方になりますけども、このタイトルでは興味持たれない可能性が高いですね。ですので、タノちゃんっていう方が知らない人にもクリックしてもらうために、ここのタイトルはなんか工夫した方がいいですよね。で、最後もう一個終わりました、タノちゃん占い答え合わせっていうものですけども、これは個人宛てのものなんで、私がどういうふうに言えばいいのかいまいちわからないところがありますけども、これはですね、できれば私と吉谷さんがよくやってるみたいに、タノちゃんって方へのワントゥーワンメッセージに見せかけたワントゥーサムですね、大勢の人に向けたメッセージにする必要がありますね。これだと本当に個人のやり取りなんで、見ても何のことかわかんないんですよね。だから動画の内容には基本的に私何も言わないようにしてるんですけども、今回ね、タロット占い答え合わせというタイトルもいまいちなんですよ、実は。何々ということが分かったみたいなことにしていただくと、おなんだこれはとかね、になるんですけども、タロット占い答え合わせっていうことは、天野さんがどういう運命なのかってことを興味持ってる人に対してならいいんですけども、それがまだね、チャンネル登録者数の数から見て成熟されてない時に、このタイトルではチャンネル登録した人すらクリックしないみたいなことが起きますんで、この辺もちょっと考えておく必要があるかなと思います。以上3点ね、ちょっとこうくどくどと耳の痛いことを言ったかもしれませんけども、ここの3点が改善できれば、またチャンネルの人気度が上がると思いますので、今後のね、参考にしていただければと思います。それでは失礼します。